どこだっけ、鳥取だ、ごめんなさい、すいません、鳥取県の皆さん、鳥取で、鳥取の児童選手が4人抜き、はい、で片谷、まあ、北海道ね、花野選手、はい、まあ、有名な選手ですね、はい、北海道を代表するトッププレーヤー花野千春選手が、4人抜いて、はい、ベスト8に来てますが、北海道のこの畑野選手本当にすごい今日調子良かったですよ。いや見てました、すごくいいダーツ打ってましたね。ね、D クラウンに出てる。そうそう、D クラウンで出てる選手で。僕はあの見るのは初めてだったんですけど、あ、本当すごい上手い。いや本当に柔らかいですよね。はい、だからメンタルもねなんかすごい強そうで。北海道を代表するね。北海道をこう引っ張ってきたプレイヤーなんで、すごく、なるほどですね、うん、注目します。で、対する選手は、これはど、ジトク選手なのかな、ジトク選手ですかね、顔とね、写真が、どうなんだろう、ジトク選手、はい、あ、ジトク選手だ、あ、ナイススタート、まあ、パーフェクトのプレイヤーですね、ジトク選手は、はい、見ますよね、はい、名前で、予選は大体抜けますよね、抜けます ね、 ね、ナイスセブン、うん、柔らかいんだね、柔らかいですね、うん、ナイスアーツ、本当に柔らかくてなんか軽い、うん、投げ方する、まあまあ4人抜いたのがうなずけますよね、はい、ナイス、ナイス、強いな、強いですね、畑野選手、畑野選手は畑野千春、そうそうそう、選手ですかね、そうそう、松山千春と、松山千春の親戚、普通名字でしょ、かぶるの、あ、ごめん名前かぶる親戚って名前も名字も違うなんでそこパッと来ないの、パッといや、ボケが面白すぎて笑っちゃった。さてどういくか、ナイス、なんかこう味があるよね、こう攻め方がね、こうそつがないっていうか、なんか若い子だったらね、行くときはドーンと行くけどダメのときは全然ダメみたいな選手も多いけど、やっぱ、はいはい、もうなんか絶えず安定してる感じがするよね、なんか若干、パーフェクトの選手と D クラウンの選手で、うん、あのクリケットのこう攻め方が、まあ、基本的には変わらないんでしょうけど、たまになんか、違いが出るようなイメージを持ってるんですけどね、うんうん、そうね、やっぱりどっちかというと D クラウンのプレイヤーはしっかり点数取っていく選手が、ね、まあ、プッシュが多いですね、プッシュがどっちかというと多くて、やっぱりこう、そつがないというか負けにくい打ち方をする、ね、打ち方しますね、パーフェクトの子たちってどっちかというともう一発勝負みたいな、はいはい、ちょっと山田とかよくするよね、しますね、山田もよくね、うん、あのそれ失敗してそのまま負けるみたいなことあるよね、ありますね、うん、なんか若干だからやっぱりそのね、そういう空気とか流れとかいうのがやっぱ最初のプレイヤーがそういう仕組みを作ったからね、そういう攻め方になっていくんだろうけど、いやでも本当に数々の今回も取り出て、ね、ドラマを生んでるじゃない、はい、今まで、まあ、星野君の24人抜きから始まって、いろんなプレイヤーがやっぱいろんなドラマ演じてきたわけだけど、今日もなんか熱いよね、本当熱いですね、なんか今まではどっちかというと先行の子がどんどん突っ走るっていうパターンが多かったんだけど、今日はもう本当にもうもつれにもつれてシーソーゲームが、シーソーゲームになって最後取り出対決で決まる、なんか面白い、面白いですね、今回の取り出はすごく面白いです。
もつれても面白い、突っ走っても面白いみたいな、ね、どっちにしても、どっちにしても面白い。いやでも畑野選手やっぱ終盤の粘り強さってやっぱすごいよね。すごいですね。ナイス、ナイス、崩れないですね。崩れない、崩れない、うん、これで畑野選手5人抜き、5人抜きですね。だから鳥取のね、あのこの樹徳選手が前回5人抜いてね、はい、来たわけじゃないですか、はい、で、あと誰も投げてないですよね、うん、で、北海道もそうですよね、畑野選手が崩れれば負ければですね、はいはい、誰も投げてない、そういった中でね、どうこう勝負のあやが分かれるかっていうのが楽しみですね。そうですね、まずは鳥取の方が、1回戦投げてない選手が出てくるってことですね。はい、まあ、投げてないって言っても、もうここに出てくる選手はみんなもうね、ダーツはもうしっかり投げれるわけだし、うまいわけだから、まあ、そこまで影響ないとは思うんだけど、やっぱノリっていうのがちょっと変わってくるのね、ノリっていうのは。あー、ただやっぱ不安は不安だろうね。ですよね、うん、やっぱり当然ね、アップもしてるでしょうけど、そうそう、まあ、アップと試合じゃ、まあ、全然違いますから ね、もう試合って勝てば勝つほど乗ってくるけどね、はい、うん、でも畑野選手はやっぱりもう何年も見るけど、はい、全くこうキャラが変わんないよね。あ、どういうキャラ？いや、太んないとかさなんか、まあ、そういう福永さんはだいぶお痩せになられましたね。そうなんですよ、やっぱこうね、やっぱこうダンディーで生きていきたいからねもうダンディーっていうキャラが似合わないかどうかと思いますけどまた久々のゼロワンですね。ねえ、ゼロワン硬いな。うわー、あら、グルーピングはしてますけどねえ、はい、やっぱうまいな。ナイス、ナイス、やっぱ北海道の大魔神だねまた出た大魔神大魔神、一番ストッパーのことじゃないんですか。いやいや、あ、そうやったいや、この1ラウンド目のやっぱりもうこの時点でね、3点が結構大きいです ね、畑野選手がキープスタートだったんですよ ねその裏、そこがチャンスだったんだよね、はい、うわ、うまいわ。いや、いいグルーピングでしてますね。ナイス、ナイスグルーピングですね。ね、綺麗に投げるのにね、ナイス、ナイスカバー。これ1ラウンド目に最低でもこのトンが欲しかった、ね、やっぱりダーツって本当にもうその辺の気持ちだけだもんね、はい、ナイス、ナイス。いや、うまいわ。うまいですね。トロ選手はハードもやってるんですかね。いやいや、もうやってるでしょ。やっぱりね、本当にこうやっぱ長年こうダーツ投げてきて、やっぱりその安定したダーツをずっと投げれるっていうのがやっぱり本当に好きじゃないとできないだろうしね。そうです。絶えずやっぱ投げ続けてるんでしょうね。
あー惜しい。ナイストライ。ただセパブルでも全然違和感なく投げてるんで、やっぱりハードもちょっとやってるのかもしれないですね。誰ですか？畑野選手です、ね、いやいや、やってますよ、はい、すごいスムーズに投げてますね、はい。でもほら今ね、Dクラウンもブルセパでやってるわけじゃないですか。やっぱりもう飯の種ですからね、うん、ナイ ナイス強い。これで畑野選手ハテナ、ハテナに抜き、畑野選手ハテナってタイミングよくハテナが来たね。もうこのハテナが来たらドキッとするよね、なんかね。ほんと6人抜きですか今、畑野選手、はい、7人でしょ。あ、6人、6人だ、6人ですね、6人。こっちドーンとなんか来たよ、こうドーンとドアアップなんかちょっと2人ともヒゲで、まあ、決して綺麗な絵面じゃないです。早く試合を。肌汚いよね、自分ね。そうですか、よく肌綺麗だって言われるんですけど。やっぱ俺の方が綺麗、俺の方が10ぐらい上だけどそんなに上じゃないでしょ。あ、そう、ヒゲ剃る、ジャイケンで負けた方が僕青くなっちゃうんですよ。あ、よかった、ほっとするよねこれね、画面がこういきなりドーンとくるからね。鳥取は武田選手ですか。武田選手、うーん、鳥取ちょっとどうなんだろうね、まだ投げてないから。さっきと一緒ですよね、うん、あのさっきの、真上君と一緒で、うん、もう畑野選手は乗ってきてるでしょうし。いや、もう乗って、も乗ってる、乗ってる、もう、もう眼鏡の奥の目がキラッと輝いたもん今。よう見てますね。見えた見えた、さすが。やっぱりどうなるんだろうね、やっぱり畑野選手が0-1 来たんだ。おー、畑野選手のさっきの0-1見てて0-1来ましたか。どうなんだろうね、やっぱ自信があるんじゃないの。ナイス、畑野選手20通り合ってましたよ。合ってる合ってる。いや、でも得意っぽいよ、まあ、自信がある、あるから0-1なんですね、うん、安定してる。ナイス、ブルーピングが ね、はい、どうなるのこれ本当。でも本当この沖縄にしても福井にしても大阪にしてもね、大魔人がみんどのチームもいるし、いますね、大魔人同士のぶつかり合いだよねこれね、はい、ナイ ナイス。やっぱり自分がやっぱ自信があるんだよね、うん、得意なんでしょうね、クリケットよりも。クリケットよりもやっぱ60得意だよね。いやいやいや、素晴らしい。さすが北海のヒグマやな。ヒグマキャシャじゃないですか。もうどっちかピンクパンサーみたいな感じです。ピンクピンクピンクパンサー畑野。でも知らんのやろうねみんな、ピンクパンサー。それは知ってるでしょ、うん、今テレビで出てるのかな、ピンクパンサーとか。テレビでは見かけないですね。いや、綺麗。あ、ミスター。まあでもここねもう上がり目ないんでね。そうですね。もうちょっとイージーだよね。こうルーザーの方はどういう状況なのかな。うん、やっぱカナダがやっぱルーザーの方上がってきたんだよね。もうルーザーに回るとね、もう3位ないからね、3位しかないから、3位までしかないんです、ね、ナイス。おお、ちょっとプレッシャーかけましたね、プレッシャーかけたね。さあここ
うわー、ちょっと力入った、今力入ったね、初めて。ナイス、さすが、さすが。いや、武田選手も追い込みましたけどね、追い込んだけどね、はい、やっぱ本当自信の60だったんだ、ね、はい。これで畑野選手、6人7人抜きだ、はい、あと一つで真上くんに並ぶ。さすがだな、はい、さすが北海のヒグマ、ピンクパンサーでしょキャシャだってばルーザーはどんな風になってるの。あ、岡山兵庫、はい、はい、最新版、はい、岡山兵庫、あ、岡山と兵庫、あ、やってるんですね。でその勝者と東京がやる、はい、北九州が東京に負けちゃったんだね。東京の武田くん4連勝。いやいや、武田は8連勝。ああ、武田くん8連勝だ、はい。北九州が負けたんですか？北九州負けた。あ、負けました、ね。負けた。違いますね。北九州じゃないですね。あ、宮城だ。北九州は神奈川に負けたんだ。ああ、神奈川強かった、ね。神奈川強かった。うん、はい、強かった。さて、これ8人抜きだ。これ勝てば。勝てば。ナイス。ナイスカバー。まあ20はね、さっきも01で合ってましたからね。ね。ここで5以上欲しいですね。あー、ちょっと厳しいか。やっぱり一瞬プレッシャーかけないとダメだよね。そうですね。20が本当にうまい。お、20ほとんど狙ったところ入ってるもんね。綺麗に入りますよ ね、はい、若干ねフォーム的にはなんかこうちょっと若干癖がある、はいはい、ね、ちょっと結構リズムで投げるタイプこういう感じがね。そうそうそう。ナイス。クローズから行きました ね、 ね、まあ、まあまあクローズから行くってことはもう本当に一番もう乗ってる時だよ ね、 ですね、自信があるから、はい、自信が。あー、このミスは痛い。でもここの一本一本ね、ここきっちり加点してれば。ナイス。さあここチャンスよね。はい、是が非でもですね、ここ、うん、ここはもう絶対ビハインド取りたいとこ。ナイス、まあ、ナイスカバーですけどもったいないですね。ねえ、日本ミスがね、やっぱダーツってやっぱそこだね、今ね、ミスが最後まで大きくもんね、はい、でも若干畑野選手も精度が落ちてきたね、はい、ちょっと集中が、うん、なんかいやちょっとやっぱこう疲れてきたね。疲れてきたんですね、うん、いやまあ本当異常な疲れが出るらしい、まあ、それは集中してずっとそうそうそうね、うん、勝ち抜いてるから。そうなんですよ、取り出でもう本当、ね、だからもう本当にその取り出終わった後の選手ってやっぱこう抜け殻みたいになってるもんなんか疲れますってやっぱチームゲームだがし、そのなんていうかな、チームゲームと背負うもんもある
っていうのと、まあ、自分だけじゃないっていうのがあるからだ、なんかもう頭がパニック状態になるんだ、まあ、緊張感は絶対チーム戦の方が大きいですね、はい、リーグとかにもそうですしね、うん、ナイス。これでもうほぼビッグラウンドだね今のが。そうですね、ここもベッド、うん、まあナイスカバーですけどもう届かずですね、届かないですね、うん、ベッドがどうしても欲しかったとこでしたね。ナイス、これでベスト8が出揃ったか、あベスト4が出揃ったね、ナイス、ナイス、畑野選手これで8人抜きでベスト4進出、はい、真上選手に並びましたね、まあ、あそっか、はい、真上選手との争いになったのね、はい、さてこれで、ベスト4が、沖縄代表と北海道代表、はい、北と南ですね、北と南、それと福井と大阪ベスト4進出、はい、CM 参ります。お楽しみに。